はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座、今回取り上げる曲はエイトさんの香水です。1回目にですね、これをストロークで簡単に弾いたんですけれども、これをね、やっぱり原曲らしくこうアルペジオで、弾いてハンマリングも入れながらかっこよく弾いてみたいなと思います。こんな感じになりますね。いきなりさ、いつ会いて、まあこんな感じですね。これは何をやってるかというとですね、 G で、まあこんな感じで弾いてみましょう。最初は親指で、まあ、中指を使うといいかな。で、6、2、ピタ、こんな感じ。1、2、3、1、2、3っていう感じです。ストロークでね、そのミュートを作るときに、この腕の動きの中で、やって、こう腕をね、こう垂直に動かさないでって言ったんだけれども、まあアルペジオで弾く場合はこういう押さえ方をした方が音が綺麗に止まってくれるし、ジャっていうのもね止めやすい。で、それが終わったら次 A なんですけども、親指が5に行きます。5、4、2あたりかな。5、4、2パチっていう感じです。これね、裏で入ってるので、 G から A を行くと、感じですね。 D の時は親指が4弦を弾ければ弾いてみてくださいっていう感じですけども、タン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 っていう感じになります。弦としては4、3、2、1をハンマリング、下がって上がるっていう順番なんですけども、これを小指を入れる、弾いたら、弾いたらすぐ小指を入れる。で、それを離すだけで、もう何も考えずに離すだけで、離すだけでターンターンってこう上がって下がるっていうね、あのフレーズが出てくるので、それをなったら、下がっていくアルペジオになるっていう感じ。2回目はハンマリング入れません。感じです。こういうフレーズ弾くと、タブ譜乗せてくださいっていう人がいるんですけれども、僕タブ譜使いません。タブ譜を読むのも大変だし、フレーズを耳で聞いて、そのフレーズがね、自分のギターから出てくる感覚っていうのをぜひね、大事にしてほしいなと思います。要するにこっちのコードがね、押さえるところさえ合ってれば、あとはまあどの弦をね、弾けばその音が出てくるのかなっていうのをこう試し試し、やってみるといいでしょう。あまり頭で考えすぎない、こんな感じかな、こんな感じかなっていうのを、こう
最初から100点の音出す必要もないし、僕もあの弾いててこう弦の順番がこうあべこべになったりすること結構あるので、そこら辺はねもうフィーリングでね弾いちゃうっていうのを大事にした方が本当ね指が動かなくなってしまうので、頭で考えないようにして耳を澄ませるっていう弾き方をぜひしてみてください。大事なのがここで食ってるんです。シンコペーションタラッチャーン、ここも D も食ってるんですよね。っていうのが出てくると、はい、いい感じに弾けます。でそれがでここでここのね F シャープと、B マイナーのところはここだけ、頭が揃うんですよね。この感じ。ドゥラッタタラッタラッタン。でここで頭を揃えるっていうのも結構ポイントになるので、そこもねしっかりこう把握してほしいな。ここの F シャープと B マイナーのところはここもちょっと弾き方変えます。 F シャープの時に2弦とね6弦ベース音ですね、こうつまむようにして、で次 B マイナー、で B マイナーの時は親指を5にしてほしいな。あとは音を足す。で元に戻る。っていうのでワンフレーズであり、この曲のすべてなんですよね。ゆっくりちょっともう一回ゆっくり弾いてみます。っていうので、これをですねもう延々続けるだけっていうのなので、まあちょっとね時間割いて解説しましたけれども、あとはずっとこれを繰り返すだけです。で、この曲ですね、まあ弾き方としてはギターの弾き方としてはその通りなんですけれども、これはね歌と一緒に弾こうと思うとやっぱね、これはこれでね、難しいんですよ。なんかミュージックビデオもね、YouTube に上がっててそれも見たんですけれども、なんかギターと歌い手さんが別々みたいで、ああ、なるほど、やっぱりそうかなっていうふうに、思いました。まあでもね、まあ練習頑張ってすれば、まあ歌いながらもね、まあ弾けるようになるかなと思うので、まあちょっとね、ゆっくりめのテンポで、弾いてみるので、もしこの弾き方をしつつ歌も一緒に歌いたい、弾き語りでこの曲を演奏したいっていう人試してみてください。ではちょっとやってみましょう。ではちょっと弾いてみましょう。テンポは80にしてありますので、ぜひ参考にしてみてください。あまり弦はねちょっとあまりシビアにならないで、こういう雰囲気だぞっていうのだけ、捉えてほしいなと思います。保険貼っときましょうやっぱね歌いながら結構難しいんですよね。いきましょう。 1,2,3,4。「いつ空いてるの？」って LINE
を鉄になった僕を人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよこんな感じですね。はい。ゆっくり弾くのもね、それはそれで結構難しいんですけども、まあ、そんな感じで、2番以降も弾くといいと思います。ぜひそんな感じで、歌いながらはさすがに難しいんですけれども、頑張って練習すれば、なんとか弾けるようになると思うので、ぜひ練習してみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。では、さようなら。最後にね、ちょっと原曲と合わせてちょっと弾いてみたいと思うんですけど、あんまり歌はいつもと通り適当なので、とにかくこういう雰囲気で弾けばいいんだなっていうのを聞いて、参考にしてみてください。じゃあちょっとやっていきましょうね。いきなりさ「いつ空いてるの?」って LINE「君とは3年くらい会ってないのにどうしたの?」「世の頃僕たちはさ何でもできる気がしてた」「ゆったりで見に行ってはたくさん写真撮ったね」別にてよ今の僕をいつになった僕を弁当を流すけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ別に君を求めてないけど別にいられると思い出す耳のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。No.
だだ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 だ君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ熱に君のもっとたくきりな熱に君は素敵な人だよ海でたたってたたたたたで帰りなんて僕は振られるんだはい、歌は適当です。